東た温泉は宮城県勝田郡座王町にある温泉。足腰の病気に対する効能が強いとされ、古くは当治場であった。座王連邦の登録に温泉街がある。また、周辺の高原地帯にも広く宿泊施設などが点在している。東た温泉株式会社が設置している。公衆浴場が2軒あり、いずれも温泉街の中心部に設置されている。一つは、 カッタレイ神社に隣接する神の湯である。もう一つの浴場、コトブキの湯は湯の厚さと小ぶりな風情ある建物で知られ、観光客にも人気がある。この地はまた、土湯温泉やナルコ温泉などと共に、こけしでなお知られた温泉でもあり、町の周辺にはいくつかの製造所が見られる。カッタレイ神社歴史も参照湯は約400年前の1601年とされるが、 その遥か以前、金正人の金売り立花次によって開かれていたとも伝えられる。古くは、湯、勝ったを地名としていた。そのため現在でも、東ったの読みは、東ったと東う勝田の事実上二つあると言ってよい。江戸時代から、蔵王連邦、勝っただ岳山頂にある、蔵王本源への公衆登山の宿場町あるいは、湯治場として、賑わいを見せるようになった。 1917年には、千奈温泉軌道によって鉄道が敷かれ、唐型停車場が設置された。この路線は、線形の悪さなどのため非常に鈍んで、バスとの競争に敗れ、1937年に廃線となってしまった。1997年4月、蔵王通りがリニューアルされた。これを機に、大道芸フェスティバル in 唐型が毎年、開催されるようになった。 かつての座王町った福祉センター2006年に廃止された座王町った福祉センターに代わって神の湯が設置された。神の湯は同センターと座王通りを挟んで向かい側にあった中央公園に設置された。神の湯には同センターから観光案内所も移転し、さらに足湯なども併設され、文字通り温泉街の顔的な施設となっている。なお、 昭和初期の東温泉には、上の湯、中の湯、滝の湯の三つの共同浴場が存在しており、神の湯は上の湯と同温維持となっている。近年では、周辺スキー場や付近の高原地帯などへの観光客の宿泊地、及び日帰り入浴客が見られる。尖った型苔市と呼ばれる宮城県南部を代表する郷土玩具。 土湯温泉や鳴子温泉と並ぶ三大苔消し、発祥の地である。唐型系の特徴は、頭頂に赤い放射線状の飾りを描き、さらに額から方にかけて蜂の地上の赤い飾りを描く。銅は、手書きの花模様で菊や梅を重ねたものが多く、他に木目模様などが描かれている。周辺には、蔵王の観光地が集まっている。また、引上げ者が開拓した牧場や農地また、 別荘地も数多く点在している。ほか、ありがとうございます。